じゃあ行きますよ。はい。お疲れした。そんな止まらない。緊張してる。できる。挟まないで、挟まないで。人いや怖い怖い。僕まだいい緊張だからそれは。行くよ。ありがとうございます。なるほど、北さんとおさむがこれですね。重なるぞ。重なる。おお、重ねて使えるやつ、うん、いいですね。はい。あ、お影山顔顔なのよ。そっちが気になっちゃうのよ。影山ツッキー、うん、お、あ、醤油と、お、わー怖い。山口を舐めるな。怖い怖いよ。月が溢れとる。はい。いや、違うんですよ。商品紹介なんですよ。置かんでください。商品を置かないで。俺や、俺や。はい、こちらでございます。はい、厚む、はい、はい、かっこいい、かっこいいですね。はい、ぜひ入れてください。はい、私もありますよ。はい、ゆだれ、ゆだれ。はい、続いてのグッズ情報です。はい、キタキツネのマスコットチャームの発売が決定。東宝アニメーションストアから3月に発売予定しております。こちら現在監修中のため変更になる場合もあります。続報をお待ちください。そして本日から予約も開始しております。ぜひ東宝アニメーションストアブルーレイ DVD 全巻購入特典、はい、厚むキツネ、おさむキツネのマスコットチャームと並べてみてくださいね。詳細は東宝アニメーションストアの公式サイトをご確認ください。かわいい。いや、キツネはかわよい。かわよいな。かわいい。俺はね、まだ監修中のこの子でございます。キタキツネでございますけどね。はい、こちらも、はい、可愛がってやってくださいね。ここね、変わってくる。北さんの前髪。よろしく。可愛 い, い。いいですね。はい、お願いします。はい、さて、最後に12月16日発売、ハイキュートゥーザトップブルーレイ DVD 第4巻の新 CM を本日は特別にテレビ放送より早くお届けさせていただきます。どうぞ。いや、時間差。ハイキュートゥーザトップブルーレイ DVD 第4巻が12月16日に発売やで。稲荷崎高校のオリジナルステッカーがついてくるみたいやし、スペシャルブックレットも見物や。なんやねんサム、それ俺が言おうと思っとったんやけど。知らんわ、お前がなんやねん。こっちのセリフや。てあかん、こんなとこ北さんに見られたらなんて言われるか。あ、北さん。あー、北さんすんません、サムが悪いんです。嘘や。あー、ハイキュートゥーザトップブルーレイ DVD 第4巻が12月16日に発売やで。稲荷崎高校のオリジナルステッカーやブックレットも見物や。なんやねんサム、また俺のセリフ奪いよって。知らんわ、お前がなんやねん。こっちのセリフや。ってあかん、こんなとこ北さんに見られたら。あ、北さん、お疲れ様です。アホか、同じ手に引っかからんわ。ほんまや、ずっと見とったで。うわぁ、こういうこともちゃんとやんねん。素晴らしい。別バージョン。さあさあさあ、どうでしたかね、ミヤ兄弟と北の掛け合いはね、はい、いかがだったでしょうか。ね、はい、こちらはテレビ局で順次放送予定でございます。よろしくお願いします。はい、以上、作品からのお知らせでございました。ありがとうございます。はい、さあ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 、内容盛りだくさんでお届けしてきたんですけれども、そろそろお別れの時間に、もうなってしまいました。あっという間です。そうなんです。面白かったね。いや、面白かったですね。まあ、テンポよくね。最後にですね、見ていただいた皆様にメッセージの方をお願いしたいんですけれども、はい、まあ、小島さんから、うん、お願いしていいですか。はい、俺からですか。北さん、そんなびっくりした。ぜひお願いします。ちゃんとしてください。俺が喋るんですか。もちろん俺が喋るんですか。あの、配給すげえ面白いんで、ぜひ見てほしいです。緊張してる。でもね、本当に青春って、僕青春大好きなんですよ、うん、こんなおっさんですけど、うん、でもこうやって配給とか見ることによって、もう一回そこの青春の姿が見られるし、そこの成長っていうものはもう今大人になってからなかなか味わえないものもあるし、それでも年齢とは関係ない部分でまだまだ自分たちにもこうフィードバックされる部分がたくさんあって、もうなんかこの作品からもらっているものがたくさんありますね。ぜひぜひ皆さんもですね、この作品からなんかエネルギーだったり、いろんな可能性を受け取ってもらえたら嬉しいなと思っております。これからもぜひ応援してください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。では株元さん。はい、本当に今日は短い時間でしたが、ありがとうございました。まだまだね、今日話せなかった見どころもたくさんあります。これからもう最終話までもうすごい、もうクライマックス本当熱くなっていきますので、ぜひ見逃しなく楽しみにしていててください。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。では宮野さん。はい、いやー、もう神作画、
この後やばいから。俺本当にこの稲荷崎戦の試合が本当に好きだなって思いました。この先の映像は僕らはもう見させていただいたりとかもしてるんですけど、あの知ってる内容のはずなのに、そのプレーが決まるとうおっとかって言っちゃうぐらい本当リアルだし、スピード感あるしっていう、そこの臨場感をもう存分に楽しんでいただきたいと思います。手に汗握る展開でございます。お見逃しなく。宮野真央でした。はい、私影山飛び込んでおります石川海です。ここまで見ていただいてありがとうございます。まあね、皆さんが言っていただいた通り、本当にこれからですね、どん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 試合も熱くなっていきますし、多分今までの配球史上最も熱い試合展開になるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、うん、ぜひとも瞬きすんな目乾いちゃうでもそんぐらいね、見逃せるシーンが一個もないので、楽しんでいただければ嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ最後に村瀬さん。はい、改めまして日向翔役の村瀬歩です。本日はご視聴いただきましてありがとうございます。いや本当に配球は熱いドラマがたくさん でこのスポーツの展開もそうなんですけれども、試合が終わった後もまだその人たちのドラマが続いているっていうところにすごくエモいなというか熱いなっていうものがあります。で、あのアニメもいよいよクライマックスなんですけれども、最後まで本当に瞬きせずにお見逃しなきようぜひ、来週からも試合展開も含め楽しみにしていただけたらとても嬉しいなと思います。コメントもたくさんありがとうございました、うん、ありがとうございます。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。そしてですね、うわ何なんとこの番組終了後に初解禁のハイキュートゥーザトップダイジェスト PV が流れますので、最後までお見逃しなきようよろしくお願いします。では最後に、ハイキューといえばですね、実は恒例の挨拶がありまして、お疲れしたコールっていうのがあるんですよ。あの僕たちがせーのでお疲れしたって言いますので、皆さんはぜひ画面の前で、まあ、コメントをね、お疲れしたっていうのを入力していただけると嬉しいです、うん、じゃあ行きますよ。はい、お疲れした。そんな止まらなくて、緊張してる、挟まないで、挟まないで、人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 、お疲れしたハイキュートゥーザトップブルーレイ DVD4 巻が12月16日発売です。あれツッキーじゃん、何やってんの。うわクロウさん、宣伝です。よし、親切なクロウ先輩が手伝ってあげよう。結構です。即答。特典はオリジナルステッカーやブックレットです。しかもスルー。それでこそツッキーっぽいけど、まあでも最後は一緒によろしく。お疲れ様でした。ズッキーひどい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。また見に来てね。